はい、ということで今夜なんですけど、技師からさっき電話があって、今酔っ払ってて帰れないから迎えに来てほしいっていうふうに連絡があってですね、かなりね彼酔っ払ってたんですけど、本当につい、そうやって電話かけてきたら動画回すからねっていうふうに私ノリで言ってて、でまさかかかってくると思ってなかったんで、本当に動画を回してやろうと思って今緊急で動画を回しています。明日も撮影があって、本当遅刻されたら、ね、困る。本当何のためにバンジー飛ばしたかわかんないじゃないですか。最近サブちゃんでもね、技師に水をかけたんですけど、もう本当そういうことをやっぱやりたくないので、私も今日はね迎えに行って技師の家まで送り届けてあげたいと思います。ちょっと位置情報だけもらって、どうにか私も急いで向かおうかなと思います。っていうオープニングなのかなじゃあちょっとね、急ぎたいと思います。今向かっているんですけども、ちょっとね、技師がねよく行くバーがあるんですけど、なんかそこにいるみたいで、あ、技師を迎えに来ている。ちょうど私もね、お家でメイク落とそうって思ってた矢先だったんですよ。だからマジでメイク落としてたら絶対行かなかったと思う。よくないよね。ちょっと失礼しちゃうわ。人のことを何だと思ってるんだあいつは。でも私も結構技師と一緒に飲みに行ってた時期、私が潰れて技師が家までね、家まで送ってくれたことねえわ。ねえわ、そう考えたら。でも解放してくれたんですよ。そうだから本当そのお礼って感じですよね。飲み潰れるっていうのがさ、もうさ、私飲みに行ってなさすぎてどんな感じだったっけっていうね、本当覚えてないぐらいなんだけど、もういつまでもさ若い気持ちでいれる技師が本当に羨ましい。ちょっととりあえずまた技師の安否確認でき次第カメラ回したいと思います。技師の飲んでいるバーに着きました。ちょっとね、本当に私だるぎすぎてね、本当入りたくないんだけど、中野も一緒に飲んでたらしいんですけど、中野にはもう事情説明して、ちょっと技師回収しに行くねっていう風に言ってるので、中入っていきたいと思います。おーいおーいおーい、来たよ。来んな来んなじゃない、呼んだでしょ。来んな、カメラ回してるからね。来んな、キモい、帰るよ。いける、動ける、どれぐらい酔ってる。肩痛い、肩痛いこんな決め込んで、お前は誰と飲んでたんや。じゃあ帰るよ。いけるの、吐く。行くからね。はい、帰ります。はい。こんな感じなんだね、技師って。恥ずかしい。世の中にこんな酔っ払い姿さらされて。じゃあ帰るよ。はい、行こう。行くよ。はい、帰、はい、ります。よいしょ、よいしょ。大丈夫？女の子いた？痛い。いない、いたやん絶対。いない、行くよ。お前タクシー捕まえんの早すぎだろ。はいや、お前お願いします。寒い顔、ひどい顔。大丈夫？人生で何番目ぐらいに酔っ払ってる？3000。じゃあしたやん、呼ぶなや私のこと。なんかさ、思ってたんとちゃうわ。何が？意外と生きてるやん。死んでたらマジやばいよ。朝まで寝てる？起きない。マジで本当にずっと若くない？俺、確かに全然変わってないわ。でも最近なんかピンクモードみたいな。今まであったんだ。すごいんだけど喋り方。ささやきボイスみたいなやめて。ちょっと家向かおっか。向かおう。はい。はい、ということでですね、無事お家に到着しました。よいしょ。で、ちょっと帰りですね、コンビニにも寄ってきて、とりあえずお店飲もう、君は。疲れる。
そして私も水を飲む。どうする？一回味噌汁飲む？一回飲む？何にする？わかめスープ。インスタントかい。インスタントに決まってんじゃん。しじみの味噌汁、あさり。あさり一回休んでてや。ありがとう、いいね、この帽子ね。よいしょ。出て、ね、キモいんだけど。信じるじゃん、みんな。一緒。唐揚げあげたん？うっせぇな、お前ほんとかい？もうチーニルするやんけ。いや、ほんと嗅がせたい、みんなに。いい匂い。最近一緒に飲んでなくない？確かに、ね、飲み会でも合わないのかな。あれ最後に会ったの？あ、そう、いないか。結局すれ違ってる。そうだよね。こちらすれ違ってる運命だね。すれ違ってるな、俺ら。飲みに行こうよ。いや、いいよ。でも LINE しないじゃん。スイッチ開いたらお前オンラインになってる。恥ずかしい。でもなんか本当思うよ、今なんだなって。はぁ？スイッチ開くたびにオンラインフレンド。たまたまだよ。自分が開いてる時にオンラインになってるだけ。でも逆に言ったらオンライン見つけるってことはお前も暇じゃねえかよ。うん？あ、まあ悶絶する時に。おい、あと7年残ってるから100年の中で。え？そこまで行ったの？行ったすごいじゃん。そしたらミユがいるか。あ、テトリスやってんのかなって。もう飽きたよ。飽きたの？遊び対戦やってる今。うん、何ハマってるの？遊び対戦ダス。私、鳥おばって呼ばれてるから、トリプルしか出せないおばさんです。すごっ、本当のダーツしろや。20トリプルめっちゃ出すんだよ。じゃあ飲みに行く予定立てよ、今酔っ払ってるうちに。今週の土曜日、北海道行く。再来週の土曜日、ポップアップ。あ、もう全然予定立てれない。だから18だって無理だって。北海道。お前が結婚式。お前がか。無理じゃん。じゃあいつ行くのさ。最悪。確かに。こんなに誘ってんのに。具合悪い。もうやめな、酒体に良くないよ。体にいいんだよ。どこがだよ。めちゃめちゃ体に支障きたしてんじゃん。やめなよ。やめれねえんだよ、やめなってやるって。やめちゅうじゃん、そんな。気づいたら勝手に持ってんだよ。怖いんだけど。嫌ですね、こんな人と結婚したくないでしょ、みんなも。結婚別だろう。嫌でしょ、だって結婚してもお酒飲みに行くのかもって不安を抱えながら。いや、でも俺本当になんかマジでお気持ちいいからね、最近。だってね、いつも言ってるよ、もう俺お酒やめるわって言ったら、またその 1,2 週間後ぐらいに酒めちゃ飲みに行ってね、バー行ってるしね。俺は悪くない、チンコが悪い。寝坊とかも全部チンコだよ。どういうこと？俺は起きてる。寝坊してきてるのがチンコってこと？あ、違う、チンコだけ起きてんのか。いや、俺だけ寝てんだ。じゃあ、お前が悪いじゃねえかよ。恋愛むずい。何恋愛？じゃあいいよ、酔っ払った勢いで恋愛相談してみな、私に。いや、動画でできない。じゃあできる範囲の恋愛相談してみなよ。てか、そんな理性あんならさ、一人でさ、寝てくんない？いつかいのかなって思ってる。もう飲みなよ。飲んだらさ、化粧として寝な。最近眉毛くしでやってるさ。買ったの？買った松木よいって、一人で。うん、別に一人でとか聞いてないけどね。そういうとこが怪しいよね。うまいな。どうなの最近は。最近、うん、いいよ、調子いいよ。調子いいけど、こうやって難しい。私が聞いてるのは、最近バンバンザイどうなのってことなんだけど。女の子、難しいんだ、バンバンザイ。うん、まあサブちゃんが上がったせいで。は？上がったせいで。僕は調子悪いよ、バンバンザイ。上がったせいで。そういうこと言うからまた気にされるんだって。隠蔽しようとしてたな。TikTok のそのなんかサブちゃんの切り抜きが回ってきて、義士やばいみたいな、女性の中で囲まれて育ったらこうなるのかって言われてたよ。とか、なんでこいつパンツなのって言われてた。いや、あれ本当になんか酔っ払いすぎてパンツだったんだ、ちゃんと来る時から。捕まるよ、ちゃんと。まあ、食べて、とりあえず着替えよ。これでいいよ。ダメだよ。いや、臭いもん。飲みに行った後の服って臭いじゃん。でも、ちょっと最近清掃になったと思う。まあ落ち着いたよね。でしょ、うん、今年のテーマ紳士。どこがだよ。どうなん最近の恋愛は。いいよ私の恋愛なんか。ほっといてよ。スキッピできたんでしょ。キニピね。キニピって何？スキッピは何なの？好き好きって感じ。キニピは？キニキニって感じ。でも付き合う気あんの？付き合いたい。何系？同業系？全然。
なんで出会ってんのお前。え、お前相席とか行ってんの。行ってないよ。どうやったら出会えんの。自分だって出会いある人だって。うん、あるけどな。うん、友達の紹介で。いや、かんねえ、ねえからそんな。友達の紹介あるから。あるんだって。出会いなんてどうでもいいの。なんでそんないきなり好きになったのかなって。いきなりじゃないの。友達という関係を経て好きだなってなったの。向こうは気づいてんの、自分のこと好きっていう。気づいてると思う。だって私が会いたいとか言うのも役者とか言うのよ。え、ちょ、ガチ聞きたいそれ。俺の恋愛なんかよりそっちの方がいいよ。今年は絶対に怖い怖い怖い。彼氏作る。今年は絶対幸せになる。ああ、うん、それ幸せって思いたい。なんか普通にもうスピード婚したい。焦んないで。マジで。なんかいろいろ焦んないで。確かにそろそろだね、うちらの結婚。うん、最近 TikTok で流れてきて、うん、お前酔ってねえじゃん。寝るやん。急に酔ったんです。 TikTok で流れてきてさ、はい、まず科学的に最高の彼女の特徴。笑いの都合、その人と笑いの都合一緒。うん、いや一緒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 。科学的に付き合うべき女性の特徴、面白い女性。いやでもその男性面白いって思ってくれてる。いや思ってくれてる。あ、じゃあいける、うん、ちなみに次のが俺なんだけど、これなぜかモテる男性の特徴、うん、しっかり名前で相手を呼んでいます。カクテルパーティー行こうか。なぜかねえよ。確かに。友達からいいやつだと思われてる。それは違うわ。終わった。それは違う。はい、こいつ食べたんで今から寝室に向かわせます。行くよ。夕暮れ時に告白するんだよ。知らねえよ。なぜなら夜の方が感覚が鈍るから。うん、行くぞ。違う、本当に知ってた。だから一郎も言ってんだよ。早く寝室行くぞ。一郎も言ってんだよ。じゃあ着替えてください。最近タンクトップしか着ない。あ、まだですよ。歯磨いてください。歯って磨いた。歯磨いてください。飲みに行く前に磨いたでしょう。ああ。コンタクトも外してくださいね。もうあと寝るだけなんで。君はこれはユニクロでセールになってて1200円ぐらいで買いました。これはビゴーでめっちゃ安く買いました。はい、コンタクト外してね。外したって。外した？うん。はい。じゃあちゃんと寝てください。あ、最高。じゃあ一緒寝よう。じゃあね。ちゃんと寝てね。明日撮影来てよ。じゃあね。おやすみ。違う。違う。それ。おやすみ。おやすみ。バイバイ。バイバイ。行かないで。いやー。バイバイ。バイバイ。おやすみ。いや、本当に来るんだ。じゃあね。バイバイ。ということで、彼の寝かしつけが完了したので、明日はしっかりと撮影に来れると思います。私ももう眠たいので、お家に帰ったらお風呂に入って寝たいと思います。バイバーイ、おやすみ。もういいってそれ。じゃあね。バイバイ。はい、ということで、バイバーイ。皆さん、おはようございます。どうも、西だけです。ということでですね、結構酔っ払ってしまいましたね。もうお酒は飲まなくていいです。ちょっと僕はもう朝活を始めてしっかりした人生を歩みたいと思います。昨日変なことしてたらごめんなさい。さようなら。